はアリスのお茶会を演出しようかしら。なんでもない日を祝うお茶会にみんなを招待して、私が魔法で次々おもてなしするの。新郎様みたいに素敵にできるかしら。個性的に残酷にポップにキュートにできるかしら。今思うとおとぎ話とかってどれも残酷でしたよね。そのおとぎ話の魔女に自らがなってみて、ようやく理解しました。わらわもその以前までには少しやりすぎたかなって少しは思っておる。まあ黄金の魔女たるもの、少しは気品あっても良いかと思う。先代様が何をおっしゃってるのか分かりません。でも一つだけ分かります。今の私がどれほど尽くしても先代様の残酷さには到底及びません。もっともっと頑張らなくちゃ。もっと残酷になって立派な黄金の魔女にならなくちゃ。だからそれはもう十分だというに。とにかくわらわの先代としての命令だ。第二の番はもう十分だ。わらわが少し手本を見せる。下がって見ておる。はい先代様。どんな無残で残酷でおぞましい殺し方を見せてくれるのか楽しみです。殺し方しかできないうちは半人前なのだ。わらわが上品な黄金の魔女らしい殺し方を見せよう。ベアトリーチェではないのだ。だからすまない。そなたとの約束はもう守れる。なんでどうしてヘアと約束してくれた。すまない本当にすまない。だからせ約束を守れなかったのだ。
第二の晩の生贄であることは謝る。そういう運命なんだ。しかし、その捧げ方が悪趣味だったことは、あれは最後の運命だ。妨げられる。まあ、ざっとこんなものよ。なんだか地味です。ロノウェイに聞いていた先代様のそれとは随分違います。そのだな、魔法は上品に使わねばな。あまりその品がないのはエレガントではないのだ。せっかく素敵なことが無限にできる魔法なのにつまらない。これ愚痴るでない。黄金の魔女の道は一日にしてならずだ。そなたとて第十の番を終えるまでは半人前よ。今は黙ってわらわの指導に従うのだ。よいな。返事はどうした。返事は、はい、それでよい。それでまあ、まだ復活の儀式の先は長いぞ。あと5人も殺さねばならないからな。あまりもてあそばずに、きれいに、上品に。少しあっさりめでいいからな。炉の上がそなたに教えたわらわのやり方は、その、悪い例だ。模範にしてはならぬ。よく心に刻んでおけ。はい、仙台様。良い返事だ。炉の上、煉獄の七姉妹よ。いでよ。はい、お嬢様。炉の上、ここに。傲慢のルシファー、ここに。これまではだな、わらわもいろいろ派手にやってきたわけだが、まあ、黄金の魔女としての威厳も大事であり、かしこまりました。以後は黄金の魔女の名にふさわしい、気品に気をつけるようにいたします。煉獄の七姉妹も、これまでのような悪ふざけは改め、以後は最短の手順で任務を遂行するように。ということで、よろしいですか、お嬢様。つまりはそういうことだ。みんな、肝に銘じよ。良いな。はい、かしこまりました。わらわが言いたいのは以上だ。もう引き上げてよいぞ。かしこまりました。それでは、失礼いたします。失礼いたします。ま、わらわが言いたいのはそれだけだ。それでは、引き続きしっかりな。黄金の魔女らしく、貫禄を持って、自重気味にな。頑張るがよいぞ。そなたを見守っておる。
自重しろ。か。つまんないやつ。